はい、どうも、龍太郎です。今日はね、ネットで買い物をしたんでね、そちらの紹介をいたします。買った商品が、こちら。こちらね、なんで袋が入ってるかというとね、私、置き配指定をしてて、今日は雨が降っておりました。なのでね、ちゃんとね、袋に入れて、置き配してありました。ありがとうございます、ヤマトさん。いつも感謝してます。今日の荷物はこれです。宅急便コンパクト、メルカリさん。とりあえずじゃあね、開けていきましょう。今日買った商品はね、もう多分、じゃん。もう分かる人は分かるでしょうって感じです。何かと申し上げますと。じゃん。ここを見ていただくとね、はい。レイバン。今日はね、レイバンのサングラスを買いました。おー、いいね、実物。今回買ったのはこちらのね、レイバンの、アビエーターっていうね、ティアドロップの、なんか進化系って歌ってる、モデルの、こちら、イエローのグラスですね。これ欲しくてね、ちょっと探してて、ネットでね、安かったね。これ買いました。自分レイバンのね、あのサングラス初めてなんですけど、見えますかね。ここにね、なんかホコリの傷みたいなのがあるのかなと思ったら、これレイバン RB でしたね。ちょっと多分見えにくいと思うんですけど。一回ちょっとかけてみていいですか。おー、いいね。イエローのグラスいいですね、これ。まあね、今回のね、サングラスは、ちょっと薄いレンズでね、ちょっと自分の顔がすごい映っちゃうんで、この画像はそうですね。まあ、インスタとかに載っけたいと思ってますんで、まあ、これを機にね、インスタグラムをフォローしていただいて、龍太郎チャンネルでね、やってますんでね。まあ、ご覧ください。うん。まあ、インスタには画像載せますわ。ちょっと YouTube ではね、やっぱり、そのまあ、インスタよりも、ね、やっぱ見てくださってる方が多いのでね、あんまり顔の写真っていうのを載せたくなくて、なんでね、ちょっとまあ、インスタの方でチェックしてください。はい。で、なんでこれを買ったかというとね、この前友達とアウトレットに行ったんですよ。アウトレットにね。で、その時に、なんか買い物しようって話になって、自分もね、結構買う気満々だったんですよ。3人で行って。そう、友達と3人でアウトレットに行って、みんな買う気満々でいたんですね。で、まず1人が財布買って、それがね、7万円ぐらいかな。で、もう1人の友達も、なんかサングラスがもともと欲しいって言ってて、ね、サングラスを買ったんですよ。それがこのね、こんな感じでティアドロップの黄色だったんですね。でめっちゃいいなと思って、友達の買い物見ててね、このねティアドロップ黄色がめっちゃ欲しくなってネットで買いました。でちなみにその日自分はめっちゃ多分一番買う気あったのに何も欲しいもんなくて買えませんでした。うん、なんかカーディガンとか欲しくて、まあ、服ですね。服をメインでアウトレット回ったんですけど、一番良かったのは、レゴで見た、エルビス・プレスリーの、壁画みたいな、壁画っていうのは何て言うんだろう、絵画みたいな。エルビス・プレスリーの絵画みたいなやつが2万円で売ってた。1万7000円から、まあ、2万円ぐらいで売ってたんですけど、それが一番ときめきましたね。うん。で、まあね、今日はちょっと雑談メイン会というか、うん、最近の、まあ、これはちょっともう、結構メインタイトルになってるけど、おまけと考えてくれ。最近のね、まあ、じゃシャネルにまつわる、いい話と悪い話していいですか？うん、一つずつ。まあ、両方ともね、個人的なことだから、全然、皆さんからしたらいいこと悪いことってわかんないっていうか、あまり関係はないんですけれど、まあ、自分の中でいいこと悪いことを、お話しさせていただきますね。じゃあ、まあ、この流れで悪い方から行きましょうか。じゃあ、悪い方は、まあ、さっきも言った通り、友達とアウトレット行ったんですけど、友達2人とね。で、3人でいて、その日自分、シャネルのサングラスかけてて。で、まあ、流れが必然的になんかシャネルになったんですよ。自分のその、サイドのロゴがシャネルなんで、そのシャネル見て。
で、一人の友達が、あ、これやっぱかっこいいね、みたいな言ってたら、もう一人が、いやでもブランド価値落ちてんじゃんとか言い出して、はと思って、それが何なのかというと、この前ね、お出しした私の動画にもあります通りね、シャネルとコムドットがコラボみたいなね。まあ、コラボっちゃコラボだけど、本当に、その防具でしか出てないというか、そのシャネル公式、まあ、公式と言っていいのかなあれみたいなレベルの、まあ、香水、チャンスっていう香水とのコラボのことなんですけど、まあ、それを、じゃ友達 A と B がいて、B が言い出したんです、それを。で、シャネル、あ、もう価値下がったからな、コラボでよ、みたいな、言い出して。ねえ、まあ、自分はその動画出した時は、全然ネットの意見を聞いて、あ、なるほどなと思って、で、まあ、全然、なんて言うでしょうね。精神面に来なかったというか、あ、まあネットの言ってることでしょうとか思ってたんですけど、実際ね、目の前で言われると、ちょっと、なんだろうね、イラッというか、なんて返していいか分かんなかったですね。なんか動画出してたのに。シャネルとコムドットの動画を出してて、自分はこう思うっていう意見がちゃんとあったのにもかかわらず、実際友達がそれを言い出すと、なんか何とも言えない自分がいて、なんか、下手にさ、口を出すとムキになってるみたいじゃないですか。わかります?この感覚。で、まあ友達が、まあシャネルとね、コムドットコラボしてじゃん。だからマジで、まあね、台無しね、企業の価値がよ、とか言い出して。でも、その友達、どう考えてもシャネルとも縁がない友達なんです。縁がないというか、もうそういうファッションではないというか、もうなんか、ザ・ミーハーみたいな人で、まあ、そういう情報を真に受けたんでしょうけど、いやでもそれで、それが分かってるのに、自分の意見もあるのに、何にも言えない自分が悔しかったっていう話ですね。悲しい話は。で、まあそれはどうなったかっていうと、その友達 B がそれを言ったんだけど、友達 A は全然ブランドとかね、こだわらないタイプ。むしろまあブランドが分かんないタイプなんですよ。まあ服は好きだけど、まあブランドはそんな、執着しないみたいな。で、友達 A が、まあ別にいいんじゃないみたいな。そんな気にすることなのみたいな。無邪気に言ってくれて。だからそれで救われましたね、自分は。だよなーって。で、まあどっちの意見も、そのシャネル好きって分かってるから、なんか無気になってるって囚われるのも嫌だし、なんか何も喋れなかったんですけど、まあその友達 A に助けられましたっていう話。嫌な話はね。いや実際ね、目の当たりにしたら何とも言えなかったらって、まあ、そんなにね気にしてないですよ。実際そのいいニュース悪いニュースとか言って、悪いニュースの方だけどそんなに気にしないけれど、まあでも最近会った中ではうーんと思った話の一つでした。え、じゃあ次いい話。この前ね、ちょっとショッピングしに行ってて、まあ、一人の話ですよ。で、一人の話で、まあ、ショッピングに行ってて、で、ちょうど行きつけのね、シャネル。まあ、行きつけのシャネルって自分1店舗しかまだないんですけど、で、その店舗が結構近くにあったんで、まあ、いつもはアポを取っていくんですよ。この日の何曜日の何時に、まずいらっしゃいますかって、いつも担当の人に連絡して、まあ、いるって言われてから、じゃあ伺いますね、みたいな感じで言うんですけど、その日はもう、シャネルがついで、いつもシャネルメインなんですけど、シャネルがついでだったんで、もう、まあ、とりあえず久しぶり、もう本当に、半年ぶりぐらい、まあ、半年は持ったかな。まあ、わかんないけど、まあ、ちょっとね、商品の入れ替えがあったタイミングだから、まあ、ちょっと遊びに行くかぐらいの感覚で、まあ、担当とかは関係なく、誰ついてもいいやと思ってたんですよ。で、ちなみに、シャネル、あんまり行かなくなった理由を、動画よく見てくれてる人だったらわかると思うんですけど、ちょっともう一回話をすると、もともと担当だった人がいて、まあ、その人めちゃめちゃよくしてくれてたんですよ。なんですけど、その人が辞めちゃって、で、違う担当になって、違う担当の人は、なんかあんまりちょっと素っ気ないというか、まあ、あんまり情熱的なタイプではないので、まあ、あまりいい印象ではないというか、まあ、お互いいい印象ではないのかなとか思ってたんですよ。うん。で、前の担当の人は、めっちゃそのハガキとかくれてて、いつでも来てくださいって感じだったのが、今回は、もうなんかこっちから連絡をしないと何も返してくれないというか、だからまあそういう感じで今の通っているお店のモチベーションはすごく低下してたんですよっていう、まあ背景があってを、まあ置いといて、
で久しぶりにシャネル行ってみたんです。したらちょっと、今混んでるんで待ってくださいみたいな言われちゃって、その受付の受付というか、ね、ドアの人、今空いてないですねって言われて、あそうですかって、で帰ろうとしたら、いやすいません今お客さん出るんで空きますって言われて、あじゃあまあいいかと思って、で入った瞬間に自分のその担当してくれてた人がいて、2番目にね、2番目そ一番最初の人じゃなくてその変わった人がお店にいたんです。で前行った半年前と比べて、自分その日は帽子かぶってたし、あんまり多分雰囲気とかも違ったと思うんですけど、いた担当の人がお久しぶりですって言ってくれて、あちゃんと覚えててくれてるんやと思って、めっちゃテンション上がったって話がいい話です。こんだけ引っ張ってちょっと申し訳ないんですけど、別にねそんな担当だから覚えてるだろうとか思うかもしれないんですけど、でもねこういうとこからじゃないですか、やっぱりなんか自分的にはまあ2回かぐらいしかお会いしないんですよ、その新しい担当さんと。だからまあアポも取ってないし、たまたまねその場所にいたからってどうもみたいな感じで、まあ会話の中であれもしかしてなんちゃらさんですか、龍太郎さんですかみたいな感じで気づかれるかなぐらいと思ってたら、もう会った瞬間にあお久しぶりですって言ってくれて、ちゃんと覚えてくれてるんやなってすごいねいい気持ちになりました。うん、まあ、結局ね何も買わなかったんですけれど、その日はまああんまり商品もなくてね、服もサイズはだいたい38以下ばかりで、何も買うものはなかったんですけれど、でもね嬉しい気持ちになりましたね、やっぱりなんかちゃんと分かっててくれてるというか、知っててくれてるんやなって、覚えててくれてるんやなっていうのが、めちゃめちゃ嬉しかったです。今まであんまりいい風に言ってこなくて申し訳ないです。その人もすごい頑張ってる人なんですよ。だけど接客のスタイルが自分と合ってないっていうだけ、前の人と比べてもね。なんでね、いやー嬉しかったですねっていう悪い話いい話でした。最近のねシャネル事情はそんなもんかな。だからね行った中でね一個だけね可愛いネックレスあったんですよ。ちっちゃい、ちょっと画像のっけと言いますの、こんなやつ、多分今のっけてる画像のやつではなくて、それよりももうちょっとリーズナブルで10万円ぐらいだったんですけど、それが可愛かったですね行った中だと。で今季は結構可愛めのものが多いって言ってました、店員さんが。でもなこれっていうものはなくて、まあ帰ってきましたね。まあそんなねシャネルにフラッと立ち寄って、あこれいいから買うぐらいのスタンスのお金持ちではないんでね、自分もう元から調べておいてこれを買うって決めていってみたいな感じですから。なんでまあ買わないのは目に見えてたんですけど、でもまあね今の店舗もそのあんまり行くのやめようかなと思ってたんですけど、まあちょっと通い続けることができそうですね。まあ新しい店舗に行ってみるっていうのも前からずっと言ってるんですけど、まあ、新しい店舗を見てみるっていうのもありなのかなって思ってますね。コメントとかそういうのもいただいてて、でコメントによると百貨店とかね行ってみるのもいいんじゃないかって、百貨店のシャネル、まあ自分って結構もともと思ってたのが、百貨店って結局一つのその百貨店の1コーナーだからそんなにいいもんじゃないんかなって思ってたんですけど、その百貨店で買い物をする方が結構顧客になりやすいみたいなとかいうコメントもね、拝見させていただいて、なんでまあいろんなねシャネルとの仲良くなり方があるのかなと思っているんですが、まあ私の最終目標っていうのはシャネルのパーティーに呼ばれたいですから、それをモットーにね、まあねあと何年かかるかは分かりませんがね、ベストな方法を目指し、まあ、ベストの方法を探りつつね、いつか、まあ、こういうご時世が終わってパーティーにね出席してみたいですね。まあ、シャネルの服着てシャネルのバッグ持って、で優雅なセレブの中に一回混ざってみたいなっていうのが自分の夢ですっていう話でした。まあ最近さ、この前のコムドットとシャネルの動画、
からなんだけど、あんまりなんかコメントを毎回返すのもなんか鬱陶しいのかなと思ってて、まあもちろんなんか自分に聞かれた質問とかは、まあ、答えていくんですけど、なんかその動画のコメントにでコメントをしてくださって、まあ、くださっててありがたいんですけれど、なんかそれに毎回返していくのってなんか視聴者がね望んでるものなのかなみたいな。でなんかそのコメント欄見た時全部ハートついててプラスコメントがついてるのってなんか鬱陶しいのかなとかもちょっと思ってて、だからちょっと今検討中ですね、そのコメント。特にそのコムドットとそのシャネルの動画のコメントについてはなんかあんまりなんか文字で残したくないというか、まあ、そういう、まあ、たくさん意見くださってて、なんかそれに合ってるとも限らないのに、なんかその自分の、ね、コメントを返信させていただくのもなと思って、とりあえず返信はせずにいいねだけつけさせていただいてるんですが、うん、まあ、この先ちょっとどうしようか考えてますね、コメントについてっていうのは。うん、なんかまあコメントを返信はまあねした方が嬉しいのか嬉しくないのかとかまあちょっと分かんないんですけれど、まあちょっとそれも検討事項ではありますね。うん、あ、そういやね、告知なんですけど、そろそろね動画でね、あの大きい、めちゃめちゃ大きい買い物、まあ結構めちゃめちゃっていうとハードル上がるんだけど、結構大きい買い物ができたんでね、その動画ももう撮ったんで、まあ来週再来週ぐらいに、うん、発表できるかなって、その動画をお届けできるかなと思うんでね、まあ、ぜひ楽しみにしていてもらいたいです。結構奮発しました。うん、楽しみにしといて、ぜひ。というわけでね、まあ今日も見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひ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 お待ちしておりますんでね、これからも私、リュウタロウチャンネルの応援をよろしくお願いいたします。ちなみにこのね、リュウタロウチャンネルは、毎週月曜日は夜7時でございます。なのでね、チャンネル登録をして、見逃すことのないように、ま、毎週ね見てくださればと思います。今日の動画はここまででございます。それでは今日もありがとうございました、それでは皆さん、さよなら、バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。そして高評価もよろしく。インスタグラム、ツイッターもやってるのでよろしくお願いします。また見てね。お願いします。